もう一人でも多くの人に聞いてほしいって、聞いてできればいいって言ってほしいって、なんかこの曲には感情がこもってる、何かエネルギーがある、それだけ伝わればどれほど嬉しいだろうと思ってますね。音楽でやりたいことは今山ほどあるんですけど、やりたいことなくなったらさっさとやめちゃおうと思ってます。梶浦由紀、人気アニメ機動戦士ガンダムシートのエンディングテーマとして流れていたあんなに一緒だったのには、彼女がシーソーの一人として世に送り出したヒット曲の一つに過ぎない。彼女の音楽家としての仕事はアニメ界にとどまらず、私たちがお茶の間で耳にする CM ソング、贈り物の形にこだわるより、この夏は私の見つけた自然の美味しさを贈ります。飾らない気持ちはグリーンアイの夏ギフト。イオン TYO でさ、東京遊んじゃう、誰もが一度は聞いたことのある音楽、人は彼女を称して映像に音をつける天才という。遊びにおいでよ花の東京。お求めはビュープラザ駅へ。さらに全米でも大人気となったアニメドットハットシリーズのサウンドトラックを手掛けたことでも知られている。この夏先頃行われたアメリカ最大規模を誇るアニメコンベンション、アニメエキスポにゲストとして招かれるほどなのだ。会場を埋め尽くすオーディエンスを前に、注目のオープニングセレモニーでもその名曲を披露、拍手喝采を浴びた。スペシャルライブでは3000人もの観客を前に堂々としたパフォーマンスを見せた。初の海外ライブについて彼女は、非常に楽しかったですね。レスポンスがもうともかく派手 で、何より嬉しかったのはその演奏に対して非常にフランクに反応するというか、もちろん日本のライブも大好きなんですけど、たまにああいう風にこう反応が顕著なところでやるのはまた楽しい経験だな、非常に楽しかったですね。さらにコンベンションに先駆けてアメリカで発売された彼女のファーストアルバムにも注目が集まった。私の音楽を好きで聴いてくれた方がアメリカにもたくさんいてくれたんだなと、もう純粋に嬉しい、彼女はこの成功を予期していたのだろうか。全く思ってませんでしたね。どこかの企業に入って、もしかしたら結婚して専業主婦になってという生活をもうなんか勝手に思い込んでましたね、小さな頃は。高校大学時代に友人とバンド活動を始めた頃の梶浦由紀、しかしその頃大好きな音楽は彼女にとって趣味の一つでしかなく、大学卒業後彼女が選んだ道は誰もが羨む大手企業への就職。当時について彼女は、就職してからもバンドを辞めようとは全く思わなかったんですよ。でこれは一生趣味でバンドを続けていこうと、だけど結局両方満足にやるにはやっぱりどんどん時間が足りなくなってしまって、じゃあもうどっちか取るしかないっていう、もう瀬戸際になってしまって、その時に今私のマネージャーをやってくれている方から、君たち本気でやってみないかというプロへのお誘いをいきなり受けたんですよ。当時僕が、某レコード会社 の、 ディレクターをしてまして、でぜひ見てもらいたい新人がいると、実はその時に誘われてみたアーティストっていうのが別のアーティストで、特に金銭に触れることもなくですね、帰ろうかななんてちょっと思ってたんですけれど、その後女性のグループだなと思って、面白そうだなって、ちょっとこれも見ていこうかなと思ってみたグループが、そのシーソーというグループの前身になるいちごさんだという、梶浦のいたグループだった。それが一番最初の出会いでしたね。そのライブを初めて見た時にもう衝撃的で、とにかく
世界観のあるグループだなということと、まあ、曲がすごく良かったですよね。で話を持ちかけて、当然メンバーの中では仕事は辞めて早く音楽一本でやりたいっていう意向がすごくあって、彼女だけはやっぱりオーレルをなかなか辞めずに、その、うまく間を時間をちょっとやってたんですが、ただやっぱり急速に忙しくなっていましたんでね、僕というよりは他の周りのメンバーにあなた早く辞めなさいよみたいな、そういうことはよくなんか言われていて、随分悩んだみたいだったんですけど、親には泣かれ、上司には正気じゃないと言われ、周りの友達には夢を見るのも大概にせいと言われ、散々言われましたけど。森さんとの運命的な出会いからプロへのきっかけをつかんだ彼女だったが、最後まで悩み続け、メロディーメーカーシーソーのキーボードとしての道を歩き始める。綺麗な素肌を見せて、誰もが恋をしたいと思うから、のままで。この疾走プロデビューを機に、音楽家梶浦由紀としてその後のストーリーが生まれる幕開けだった。梶浦由紀を待ち受けていた新たな出会い、それはソロとして参加した一枚のインストのアルバムだった。ササミンのアフタヌーンティーのインストゥルメンタル CD コンピレーションの作成のお話があって、そのために3曲ぐらいインストゥルメンタルを作ったんですね。で結局そのササビーには1曲しか収録されなかったんですが、そのうちの1曲をですね、市川淳監督が聞いてくださって、で映画に使いたいという話になって、でいきなり映画のサウンドトラックのお仕事が舞い込んだんですよ。東京兄弟、東京の街を舞台に繰り広げられる両親を亡くした兄と妹のノスタルジックな物語。この映画のサウンドトラックを手掛けるという依頼が、彼女に音楽を通して新たな感動をもたらすことになった。インストゥルメンタル私3曲しか作ったことがなかったんですね、それまでに。で経験も少ないもんですから、もう市川監督が現場まで、音楽作ってる現場まで来て、もうこうやって弾いてごらんよって。でもこっちはもうすごくもうサウンドトラックだって固まっちゃってるもんですから、もうガチガチに作ろうとすると、そんなんじゃなくていい、さっき遊びで弾いてたので弾いてごらんって言われて、でポロポロポロって、それでいいじゃないっていうふうにいろいろ教えてくださって、もうあれはいい勉強になりましたね。でそれでハマりまして、映像に音楽をつけるってこんな楽しいことだったのかと。やっぱりね、結局その初めに監督が気に入ってくださった曲をこれを使いたいって言ってその話が来たので、映画のど真ん中の4分ぐらいのセリフ一切なしの長回しシーンに監督がその曲を1曲ボンって入れたんですよ。やっぱりその曲がその映画を見直しても非常に印象にやっぱり残るようにもうなってますし、映像的にもその曲を作った時にはその映像にはめるってことは全く考えないで作ってたんですよ。まあでもやっぱり頭の中に曲作る時って何がしかの映像はあるんですけど、実際にその物語の中の一つのシーンに自分が何も考えずに作ってた曲が乗った時のやっぱり喜びがすごく強かったんですよね。その自分の曲が物語になったって、自分の曲がこういう映像を持って物語になった、物語の一部になったという喜びが、感動しましたね、やっぱり非常に。やっぱりそこからこうイメージってすごくもらえるし、で逆にその音楽をつけた時に映像の色がスッて変わっていく、その自己満足というか喜びというか、そういうものに捉えられてしまって、ああもっと映像のお仕事をやりたいなって、それが本当にきっかけと思いましたね。音楽家梶浦由紀の日常。